皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は4月5日金曜日、4月最初の花金ですね、あっという間の金曜日でしたけれども、本日1日ね頑張って、明日からのねまた土日、音楽三昧の素晴らしいね2日間を迎えたいというふうに思います。さて昨日のね新規初投稿は高校生ギタリストドタオさんからのね、直列ボードコンパクトオンリーボードって書いてますけれどもね、とってもシンプルなね、いいボードだなというふうに思って見ております。で解説の方ですね、まだまだ発展途上ですがお金が入り次第どんどん増やしますっていうことで、この決意表明がいいですね。もうお金が入ったらこうエフェクターボードにつぎ込む、エフェクターにつぎ込むっていうですね、この姿勢、忘れてはいけないなというふうに思いました。フェボーの鏡ですね、もう高校生ドタオさん、投稿誠にありがとうございました。またね変化しましたらね投稿お待ちしております。それから1413ですね、いつも投稿いただいているんですが、今までねさあの歪みをねなんか入れてたらしいんですけども、今回ベロシティ、にねこう変更されたということでね、こういったあのちょっとした変更ですけれどもね、やっぱ歪みをね1台変えるだけでもね結構お金かかりますしね、これだっていう自分の気に入ったねエフェクター、入れたことによってですね、それやっぱ微暴力としてね投稿いただけるというのはとってもありがたいなというふうに思います。1413いつもね投稿本当にありがとうございます。そして今日のねバナー広告ですけれども、ちょうどね1413のねパワーサプライにも載っているこのバイタルオーディオですね、こちらのバイタルオーディオブランドのですねイメージ広告をね、この間差し替えしていただきましてですね、なんかあの文字も全くないバナーって初めてなので、これはこれでイメージ広告でかっちょいいなと。しかもボードになってますからね、エンカウンターという4ループのプログラマブルスイッチャーですね、バイタルオーディオ初の、スイッチャーですけれども、こちらのね、バナーが入っております。かっちょいいのでなんか投稿写真みたいな感じになってますけども、皆様方の投稿写真ねすごい目立ってますけどね、ぜひともね見かけましたらクリックしていただいてですね、フックアップさんという会社がね、このバイタルオーディオを展開されていますので、企業のねこのサイトとかもチェックいただきたいなというふうに思います。そしてそのバイタルオーディオを展開したフックアップさんがですね、エフェボアワードをねこう公開したらですね、パワーサプライ部門で2年連続ナンバーワン取得されたということでね、喜びのツイートをねこうリツイートとかしていただいております。でそれにまた連動してですね、ビッグボスのお茶の水駅前店さんがですね昨日、フェボワード、サプライ部門でナンバーワン、入荷しましたみたいな形でですね、ツイートいただきました。もう2019がね、ちょうど、発表したタイミングだったのでね、まだご存知ないかもしれないので、ちょっとお店の方にもねお知らせしに行きたいなというふうに思っておりますけども、いずれにせよね、フェボアワードをねこう公開していくことによってですね、メーカー様方もそうあのお喜びになっていただけますし、また楽器店はね、それをてこにですね、ナンバーワンの商品入りましたよみたいな形でこう連動していただけるってことでね、とってもありがたく感じております。やっててよかったなというふうに実感しております。それでですね、今回、新ジャンルのですね新部門の 5部門のうち2部門リバーブとですねミニペダルチューナー部門でね、ナンバーワン取られた TC エレクトロニックのね代理店の菊谷ミュージックさんのホームページ、ご案内があってですね、早速見たらですねホームページのトップページにこの、この受賞記念みたいなですねバナーというかですねお知らせ画面作っていただいてですね、もうこれは嬉しかったですね。ぜひとも皆様方、アクセス、菊谷ミュージックさん、取扱いのね、ホームページ行っていただいてですね、ぜひこの、画面をですねチェックいただきたいなというふうに思います。またねこのロゴもね、お店でねお見かけすることあると思いますので、ぜひともね2019の、ロゴを見かけましたらですね、エフェボアワードだとかね、エフェボーだとかね、エフェボーおじさんだってこうつぶやいていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということでね、本日も、音楽と機材妄想を胸にね、元気に過ごしてまいりましょう。そしてまた、エフェボーへのね投稿閲覧ね、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。